込みは、今年は初めて自然農法に挑戦するので、多分どうなるかちょっと不安なんですけど、一つは自然農法で、で一つは今までの従来のアイガモ農法でやってみようということで、ちょっと不安なところもあるけど、ちょっと時間かけて挑戦していこうかなと思ってます。多分ここら辺の周りでは初めて自然農法をやる田んぼになってくれると思うので、いい結果が出せればいいなと思ってます。